はさくちゃん今度はピカルンにじゃれてるやんこんにちは、ゆき配信から来ました、ありがとうさっきのこれめっちゃ重いほねしねこんにちは、こんにちは、今日めっちゃ苦しくて可愛い、ありがとう、今日参ったのね、そう今日はねちょっといつもと雰囲気は違うと思います、可愛い、こんにちは、こんにちは、甘えん坊、甘えん坊やな、コンセントすすきよとか来とるやばいコンセはいどうもコンセントすですとかやばいやろやばい、YNN さんかなんかでマジでやらされそうコンセントの衣装着てデザインするわ、いや怖すぎるこんにちは、こんにちは、サクピカかわいい、ありがとう、かわいいって、あこんにちは、こんにちは、ちょっと今日はね15分ぐらいで終わるんですけどごめんね、じゃあ何しても許されますよってうわもうこの笑い方、あかん笑い方しよう、わ流れてきた流れてきたこんにちは、こんにちは、今日は土曜日です、いかがお過ごしこんにちは、こんにちは、今日のウェーブ髪いいね、やった、今日めっちゃ頑張った、今日の髪型おめでとう、とってもかっこいいよ、かっこいいありがとうこんにちは、こんにちは、かれんちゃんお疲れ様、ありがとう、え、怖い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 こんにちは、こんにちは、怖いさきちゃんずっと暴れてるな、あやぴょんにも暴れてあげてやって、あやぴょんな今日な、うん、あれ来たらおったからさ、うん、甘えようと思ったらさ、うん、あれみさきさんとこ行ってたからさ、あそうな、じゃあみさきさんにも甘えない、人見知り爆発してますこんにちは、ね、こんにちは、あそうだよ、後輩は頑張るわ、頑張るわ、ウェーピーですね、今日はウェーピーです、こんにちは、こんにちは、じゃあなぎさちゃんさんにそれやってきてって、なぎささんにやってきてやって、多分意識がなくなるピエーンこんにちは、こんにちは、サクピカ配信の時はいつもと違ったピカが見えるから楽しいな、やってやって、はい、ヒエーってヒエーってヒエーってミカ先輩生徒ち見かけた、見かけてないです、ミカは見かけてないですよ、こんにちは、こんにちは、じゃあスモークペースサクピカのプリクラ貼ってたやって、貼ってるね、懐かしいよ、もうすぐ、おはようございますかわいいね、ありがとう、なんかゆきのちゃん、ゆきのちゃんに、ゆきのゆきのにさきちゃん託された、託されました、な、兄貴、兄貴ね、兄貴って呼んでます、怖い怖い、言ってないこんにちは、こんにちは、サクッとピカッと土曜日です、サクッとピカッと土曜日ですかわいい、ちょっとケーキ触ってる、また引いてるピカ、こんにちは、こんにちは、かんちゃん、やっほーやっほー、サンドウェーブ乗っけて鏡持ち、どうした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 怖い男ご主人は、こんにちは、今三重県来てるよ、伊勢神宮行ってきた、え、そうなんや、いいな、伊勢神宮ってどこ行ったっけ、行こう一緒に、行こう一緒、こんにちは、シャルム見せてます、何してるの、なんでここにいるの、さっきまで、あれでした、シアンさん、なんか久しぶりですね、当たり前だろ同じチームちゃうなんかな、かわいい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 、じゃあ久しぶりやね、久しぶりです、あ、歌唱力出るよな、やばいです、すげえ、ヒカルが歌に興味があるのは知らなかったです、知らなかったでしょ、歌うまい、やつですか
歌好き？歌は好きです。普段もカラオケとか行くの？行きます。ギャルだ。ギャギャルじゃないですよ。ピース。映ってない。ありがとうございます。一番上に。寝起き。寝起きなんですか？そう。あ、さっきあそこでクロマチザイしてですか？え？どこで寝てました？いや、家で。家で寝てました。あ、じゃあ俺違ったでした。さっき来ました。ああ、何歳何歳、あ、ちょっと何歌うんだろう。分かんない。こっちさ、何歳ですか？何歳ですか？13です。何歳ですか？16です。22です。え、すごい、すごくない？え、すごいですね。9歳さだろうなと思う。9ですか？9です。ここ16、16。 1歳だけ幼かったら10歳なんですよ。すごい。めちゃくちゃ甘えってやつ。さくちゃんなんかおとなしくない？おとなしい。こう見えておとなしくないときは本当にやばいんですよ。噂してたしおみん。私噂なんですか？噂のしおみんさん。かわいい。韓国語教えてほしいらしいです。ああ。なんでしょう。なになになに。さっきね、雪のノルームの、うん、に韓国の名前の方がいたんですよ、うん、読めなくて頑張ってました。ひらがな覚えた。ひらがな、ひらがな、なにひらがな、のひらがな、なに、なんだった。あいうえお。あいうえお。あ、あいうえお。あいうえおさん。あから始まる人？わかんないです。なんかね、自称美容師さん、この人です。じゃあ、自称？自称美容師。自称、俺やるし、違う。ジョーさん。ジョーさん。自称美容師？自称美容師？自称美容師。知らない。あとでまた現れたら、現れたら教えて。はい、言います。なんか三人だるまみたいな。最近どうですか？最近は頭がパンクしそうです。なんでですか？パンクしてこうやってパンパンだ。あ、そうです。そうです。爆発して髪型がこうやって。真ん中幸せ。あ、いい。もういいや。もういいや。うん。今日練習ですか？私もあれです。あ、あれですか？練習もします。な、行きます。練習しに行きます。お疲れ様です。お疲れ。久しぶりの。しおんさんでしたね。何分かやってるこれ。あれ、横で24時間のエンジェルが通達あった。え、ないです。ね、24時間怖いな。怖いな。何するんやろ。でもさ、7時半から朝ごはんねっけ、オリックス祝勝会みたいな。でもさ、え、キビラメとか切んのかな。分からん。切るとしたらさ、まだ一発芸とかよりマシじゃない。全身タイツとかやばいやろ。来て立ってるだけでみんななんかリアクション取ってくれるやん。全身タイツやりやじゃない。まだマシやって。え、だって朝ごはんとおりくし祝紹介、頑張って巻いてます。この子今日の髪型いいね。ありがとう。人狼してほしいね。やりたい。人狼やばかった、この前。私もあれ、一生のうちに一回やってみたいことみたいなやつにさ、あれ、本気の人狼したいっていう。いや、本気ってどういうこと、どういうこと。なんかな、
本気でやりたいね。え、どういうこと？誰か新郎ってこと？誰かこれってこと？怖い。うわぁ怖い。じゃあなんかさ、人狼ゲームのさ、うん、なんかカードじゃないさ、人間のやつ。いや怖い、なんか映画化されそう。映画化する？映画化する？映画化する。監督役誰かやって。さくちゃんや。入れ子ちゃんだろ。私ゲームしたい。ゲームマスターにしてくださいやば。アンナムです。怖いな。巻き方合ってるんこれ。巻き方合ってるん。お疲れ様です。暮らし前だけに漆黒の小さい。くさくちゃん、朝早くから漆黒の小さい。それは力。待って、ありがとうございます。デイデイ。ひらぼれありがとう。てりてってて。ちょっと待ってね。そこは前列のやつやらない。あれ、ちょっとどこ行った？前髪日記やってるね。しんのすけさん、ありがとうございます。やばいな。泣いたけどな。落ちた。今日固めてないから。落ちた。今日は湿気やからしょうがない。そっか、それもあんのか。今日は湿気がありますね。何にも固めずきた。可愛いからいいよ。なんかさ、前のさ、あのショールームのさ、見返してたらさ、なんか自分がさ、わーっとこうさ、急に泣きついてんの、おもろかった。やばすぎる。どうしたって感じ。どうし、自分や、それ自分やね。やばいやん。お、今何分してる？何分からしてる？うち。あ、全然どいで。はい、ずるって。野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。こうやってたら巻きつけた。絶対つか前のついてん、これで。マジで。なんかな、公園の見学みたいなの来てるときにな、こうやってたらついたね。縦にしていいですか？縦にします。どうしよう。ちょっと何分やってる？2分。うん、2分あと。え、全然いいよ。うちもうちょっとしたら終わるから。全然大丈夫よ。チャピやら。チャピチャピチャピ。フニー似合うな。あ、いやいやいや。ほら、さきちゃん固定ヘアおろしやったよな。お、韓国語来てる。絶対ポニーのルカワ。え、ポニーのイメージある。めっちゃ可愛い。あ、髪だとネタバレしちゃった。まあいっか。なんか演技さ、やばい、髪の毛がバレちゃう。どうしよう。かわいい。無理や。かわいい。団子って感じでかわいいな。顔顔顔。ひよみんさんがみんな呼ばれてる。もがいてる。タイムラグかな。ミラーボール系と踊ってるから、ただの陽気な人みたい。やばすぎ。え？恥ずかしいよ。めっちゃ恥ずかしいよ。めっちゃおもろいや。急に一人に。じゃあちょっと読んでいこうか。はい、ランキング読みます。もうバレバレ。
あ、待ち。どれだっけ前の振り。あ、こうか。したっけ、したっけ、したっけ、あ、そっち。急に後ろの振りになる。ありがとうございます。ちょっと読みますね。13位佐藤さん、ありがとうございます。12位ユウアットラビとキツネとカワウソとひまわりさん、ありがとうございます。11位日高浩二さん、ありがとうございます。10位リカさん、ありがとうございます。9位パロパロ2さん、ありがとうございます。8位ベイさん、ありがとうございます。7位アキチャさん、ありがとうございます。6位ケンさん、ありがとうございます。5位富士さん、ありがとうございます。4位コニタンアットユズスラさん、ありがとうございます。3位ムニーさん、ありがとうございます。2位ケンちゃんさん、ありがとうございます。1位野原慎之介のすけさん、ありがとうございます。楽しかったね。私スルムの事故が多い気がする。暴れるから。暴れるからです、あなたが。もしくは逃避配信か、どっちか。本当にやばい。もうすごい、サラヘヨって書いてある。サラヘヨ光るかっこなんかめっちゃかったらは。じゃあ光る最初と最後しか読まれ。光るサラヘヨ、光るサラヘヨ、神様だ、神様だ。よかったね、ありがとう、ありがとう。きか、わかる。勉強しよう。ひらがなしか読まれへんから。バイバイ。じゃあね。バイバイ。